週末以降はすっきりしない天気が続くところが多くなりそうですね。そうですね、前線が停滞していわゆる菜種梅雨といったような天気パターンとなりそうです、はい、1週間の天気の内側に見ていきましょう。天気図で見ていきますと、22日金曜日は高気圧に覆われるんですけれども、土曜日になると早くも西から低気圧、前線が近づいてきます。そしてこの前線ですけれども、24日、25日、26日と本州付近にほぼ停滞するような形になりそうなんですね。このため西日本、東日本を中心に曇りや雨のところが多くなると見ております。はい、そしてこの前線上の雨雲の動き見ていきますと、23日西日本から降り出した雨は午後にかけて東に広がるような状況となりそうです。でこの雨雲一旦抜けるんですけれども、24日になるとまた新たな雨雲が西から近づいてきまして、この日は南からの湿った空気が流れ込みやすいというふうに予想されておりますので、西日本の太平洋側を中心に雨の強まる可能性というのがあります。この雨雲がだんだんと東日本方面に進んでいきまして、この日も雨のところが多い予想。そしてこの雨雲が抜けた後、また25日から26日にかけて活発な雨雲が進んでくるということで、広い範囲で雨の降りやすいような状況が続くと見ております、はい、ただ上空の冷たい空気はそれほど南下してきませんので、雪になるエリアというのは山の非常に標高の高いところに限られまして、ほとんどのところが雨になる見通しです。天気アイコンで見ていきましても、23日以降は関東から西日本にかけて曇りや雨の日が続くといった状況です。少し止むタイミングというのもありますけれども、現時点での予測、少し不確実性がありまして、この雨のタイミングがずれるという可能性もありますので、東京、金沢など24日、そして大阪など25日、雨アイコンがないところでも雨に変わるという可能性がありますので、ご予定のある方はできるだけ最新の情報をご確認ください。はい、最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご覧いただけます。